はい、えー。今回も、大津さんが気になるニュースをお届けしようと思います、えー。最新 AI ニュースになります。2024年度3月の2日土曜日になります。今回も AI ニュースの方をダイジェスト的にご紹介しようと思います。気になるニュースがあれば概要欄の方からご覧ください。AM ラジオ感覚でご聞きください。はい。えー、本日のパートナー、まさみんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では早速行ってみようかなというふうに思います。 ちょっとですね今回ね、6つぐらい用意します。はい、多いですねまず一つ目なんですけども、はいこちらです。アリババの AI 写真歌唱、えー、エモっていう、ね、ニュースです。はい、えー、と<ー>こちらの方のニュースなんですけども、<ー>ア,アスキーの方にあったニュースです。えー、何これ、すごい、アリババ、AI で、えー、写真をリアルに歌わせるエモと、えーえー、いうニュースなんですね。 で、えっ、ー、と、えー、こちらの方がですね、アリババの研究、えー、グループが2月27日、1枚の写真と、えー、歌声や、えー、話し声の音声データを入力すると、えー、表情を豊かに、えー、音声アバタービデオを生成してくれる AI フレームワーク、M を発表しましたっていうことなんですね。で、これね、ちょっとね、YouTube あるんですよ。で、僕、まだこれ見てないんですけど、ちょっと見ますか、ね。ら、これから。<laughs> はい、そう。今からなんですけど、今、オードリー・ヘップバーンがね、 音が、あ俺、音出しないのかな。あっ、めっちゃ歌ってる。おーオードリーが自然にあの、口だけじゃなくて、顔の表情とか、体とかもこう動いて、えー、めっちゃリアルにやってますね。はい、なんか、すごいですね、<ー>これ、動画のデモで、オードリー・ヘップバーンですね。オー,ドリーヘップバーンが まあ、あの歌を歌ったりスピーチをしたりっていうね、なんかその、えー、要はね、口だけの動きとかじゃなくて、表情までこう、ね、表してるっていうのですごく驚きの、自然にフィットしてるみたいな感じのことみたいですね。で、はいまあ、この間発表された、あのー、オープン AI 社の空の、ね、歩いてる女性の方いらっしゃったじゃないですか。はいうん、あの人もなんか喋らせてますね、なんか。<laughs> おで、背動画からさらに生成するっていう。 見たいっすね、でこれねまあちょっとアーキテクチャーちょっとちらっと載ってるんでちょっとその図を少し見ますとですねどうやらですねこれあの仕組み的にエンコードって分かりますあのエンコーダー,ー変換する仕組みがあるんですよ。今日は,い要はえー、と動画を変換したり音声を変換したりというなんかそれから2種類のエンコーダー使って組み合わせてやってるっていうねことで技術的な内容が載ってますね。えー、はい なんでまあ、これもね、ちょっと、あのー、ソース公開もですね、なんかしてるのかな、GitHub でも、あのー、公開されてるみたいです。なんで、まああのー、皆さんもね、ちょっとこれ、もし挑戦していただいて、あのー、なんかちょっと写真1枚生成したらそれ歌わすっていうことがちょっとできるのかなっていうニュースでした。はい、なるほど、はいはい。ちょっと面白そうでしょ、これ。はい、じゃあ、次いきます。はい、はい 次のニュースです。セールスフォースが、エンティエション・えコンパレロと開始っていうね、ちょっと僕読まれへん。読みづらちょっとね、なんか何て読むのかちょっと分かんないですけど、はいえー、とセールスフォースがですね、CRM 向け対話型 AI アシスタントを提供開始しましたっていうニュースです。 セールスフォースがですね、CRM 向,、えー、CR 向けの対話型の生成 AI アシスタント。えー、これいえ、エインスティーなんとか、えー、コパイロット。な,なんて読むのやろ、これ、ほんまに分かんないですよ。分かんないですね。ね、ちょっとね、なんか、たぶん、俗語みたいな感じにな,なんかな。あわ分かったこれ、アインシュタインって読むのや。はい おはおはなるほど、アインシュタインですね、セールスフォースが CR 向けの、えー、対話型の生成 AI アシスタント、アインシュタインコパイロットを、えー、正式ベータ版として提供することを発表しましたという内容なんですね。で、このアインシュタインコパイロットにより、えー、顧客は自社に保有するデータを活用して回答を生成することが可能になると。 でまた、質問への回答、コンテンツの要約、新しいコンテンツを作成とかですね、複製、会話、で解釈なんかが、まあ、ユーザーの代わりにタスクを動的に、えー、自動化することもできるよっていうものを出すっていうことみたいですね。<ー>いやー、はい、さすがね、セールスフォースって基本的にね、マイクロソフトの傘下ですからね、だから、ちょっとこういうの出してくるんかなっていうのはちょっと思いますけどね、うんうん、この辺まさにそうですね。 えまさみはあんまりこうセールスフォース系とかってあんまりご存じじゃないですかこういうあ,あんまり聞いたことないですね。そうっすか。なかなかね、これマーケティングとかね、まあ、精通してる人だったらね、結構意外と知ってるのかなっていう感じなんですけどね。あのいわゆるこれ CRM って言って顧客管理システムみたいなものがあるんですよ。あのはい、それのもう本当に新性みたいな感じのところなんですよね。セールスフォースっていうと。えー、はい 昔からあるような感じのだから大企業とかはもうほぼこれセールソース入れたりとかしててでまあいわゆるワンライセンスでいくらみたいな感じでやるやつなんですけどねはい大体い,い,いくらぐらいやったかな2 1万ぐらいかな多分だからもうえじゃあ結構ビジネスを結構たくさんやってる方は知ってるよっていうやつなんですど結構な大手だとほぼ入れてんじゃないですかね多分 勉強になりました希望的には結構大きい感じのところかなというところで、ね、そこにもちょっとコパイロット入ってきているという、ね、そういったようなニュースです。はいはい、じゃあ次のニュースいきましょう、はい、次のニュースですえ文化庁 AI 著作権パブコメ結果という、ね、ニュースです。はい えとこちらの方なんですけれども、えーと、IT メディアさんの方にあったニュースです、えー。文化庁、AI と著作権に関する考え方について、えー、草案の、えー、パブコメ、えー、結果発表、意見提出数は、えー、2万4938件というニュースです。うんはい これがですね、文化庁がですね2月の29日、えー、1月の23日から2月の12日にかけて、パブリックコメントを、えー、募集したとで、まあ、タイトルがですね AI と著作権に関しての考え方についてっていう内容で、えー、と募集をかけたみたいなんですけど、それで2万4938件の意見が集まったと発表と、はい、いうことなんですね。で、まあうん、中にはまあ個人に加えて、73の法人とか団体とかもね、 これについてで、いろいろとしゃべくってるっていう話みたいなんですね。で、その結果がなんかいろいろとこう出てるっぽいんですけれども、はい、まあ、もうこれ、集まったっていうだけなんかな。で、中をちょっと見るとですね、まあ、必要に応じて著作権、えー人,えー、人格権、えー、著作、えーえ、隣接権と AI との関係。 についてなんかこう述べてらっしゃる考え方の方とかもいらっしゃるみたいなんで結構いろいろ意見が集まってるみたいな感じですかねこれ <laughs>。な, <んか S 2> なるほど。はいあの文化庁もちょうどこういう著作権に関する内容でね皆さんの意見をこう求めてこう集まってきてる中でやっぱりねこうあの生成 AI しっかりねこの間出た空もそうなんですけど まああのー、今まで作ってらっしゃる職が奪われるっていうのがもう間近に来てるような感じのことの発表がたくさんある中でやっぱり著作権の内容とかもねこういう感じでだん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 ,なんか言われてるのかなっていう感じなんですけどねどうでしょうそうですね最近は例えば米津玄師さんの歌ってみたうわ歌わせてみたっていうのがかなり流行っていて。はいはいうん で私も聞いたらもうご本人なんですよで替え歌歌わされてるみたいなのは結構出てきててはーはーは,ーいはいはい、はいでねそれをね、うん、視聴者さん喜んじゃうんですよもうまあまあねそうですねうん確かにうんまあだからこれはね、うん 難しいですよね、ただただただまあ、ね、あのね、えー、テレビとかでもねモノマネの芸人さんとかにもいらっしゃってでもの、うん、まね、あ、してパロディーしてであのおもろいなみたいな感じのところとかもあるじゃないですかあれも著作権どうなってるのかなとかね、はいうのとかもあるんですけどまあちょっとね悪意があるそのまねしてどうこうっていうのがねやっぱりちょっと問題かなっていうところはありますからね。 なんか岸田さんとかの、ねね、フェイクニュースみたいな感じのものとかも中にもあったりとかするんで、まあ、そういうのはちょっと度が過ぎるとどうなのかなっていうところもあるんで、まあ、その辺はやっぱり制御するところの,あのボーダーラインで必要かなというのはありますね。確かにねはいはい、っていう感じのニュースでした。はい、ちょょょっと今回あれででししなんかあの濃いい感じでしょだいぶ 真面目ですね。そうそうやろ。薄っぺらい感じちゃうやろこれ。いつも薄っぺらい感じあの言ってるわけじゃないけど、なんかね意外とこうで、ね、面白そうなニュースがちょっと何個あったんで、次もそうなんですよ。実をね。はい。うん、こちらのニュースです。AMD 時価総額が3000億ドルに突破したっていうニュースなんですね。はい。これね多分ね皆さんあんまりねえっ、ー、とご存知じゃない方も多いのかなと思うんですけれども、まあブルーグバームの方にあったニュースなんですけど、A AMD の時価総額が3000億ドルを突破、AI チップの期待が追い風にというニュースなんですね。でこちらの方なんですけど半導半導体、えーえー、米国の半導体メーカーで、アドバンスのマイクロ、えー、デバイスっていうね、AMD っていうふうに呼ぶんですけど、そこの株価が29日の取引で急,急激に伸びたとで。時価総額がもう3000億ドルになった、45兆円という突破したと。 でまあ、人工知能の AI ブームの恩恵を受けるのが、えー、見方としての追い風になっているっていう話なんですけど、あのー、意外とね IT とかを知ってるっていうよりも、まあ、ちょっとハードウェアに知ってる、えー、詳しい方とかだったら結構有名なんですけどね AMD っていうあのメーカーさんなんですけどいわゆるインテル AMD みたいな感じなんですよ CPU っていうコアのね、えー、部分を作ってたりとかするんですね。 a <AMD>、うん、で他にも実はその「NVIDIANVIDIA」N ってよく言ってるグラフィックボードあるじゃないですかはいでこれ AMD っていうのもグラフィックボード作ってるんですね実はああそうなんですねそうなんです<ー>だからしかもえっ、ー、とねインテル製とかまあえっ、ー、と NVIDIA 製の製品よりも AMD の製品って安いんですよ あそうなんですねそう。だからパフォーマンスが良くて安いっていうのですごくね、うん、有名なんですよね実は。うん、でそこがこう乗り出してきたっていうことで今まではもう本当に NVIDIA 一択で AI でずっとねハードウェアみんなニュースしてたところが AV もちょっと乗り出してきたっていうことで、はい、この辺でちょっと価格が変動するんちゃうかなっていうなんかそういうような感じのことがあの見受けられるかなっていう感じのニュースです。なるほど。はい だからもうこれから先もうちょっとね安価にこう AI が導入できるなんか時代がちょっと来るのかなっていうところがこの辺の株価のめっちゃ時価総額上がったっていう理由なのかなっていうところはありますね。うん まあねこれ知らない人にとってはねへえと、ー、いうニュースなんですけどもう僕からしてみたらね本当ね実はもう最近ちょっと本当にローカルであの AI やりたくてあのそうですよね<ィ>結構そういう AI 出てきてますしねそうなんですよなんでねちょっとねそういう意味でもちょっとねあの研究材料としてちょっと一台置いてちょっとやりたいなとは思うんですけどさすがにねグラフィックボード1枚買うのもねエヌビディアさんのやつねそこそこのやつ買うとね自由な すするんですよ。み <laughs> たいですよね。そかだかカードに、うん、ね、うんうん、映像を処理する、うん、その、ね、チップにね、うんうん、でもそれがあれば例えばねあの音声変換とかねする時とかも、うん、まあ通常であれば多分ね、えー、と5分、えー、と通常の処理するので5分とか10分とかかかるやつがもうそれを使うとねたかだか50秒ぐらいであの変換できるとかっていう。 そうなんですよ、そう,すね、そうなんですよ。だから、まあ、そういう意味でも、僕も AMD はすごく期待してるなっていう感じのところはあるんですけどね。はい、っていう感じのニュースでした。はい、じゃあ次いきましょう。はい、次のニュースです。はい、また来ました。はい、Windows 新機能、コパイロットなどっていうね、こうニュースです。はい、<laughs> コパイロットまた来た <laughs>。はい、2コパイロットですね、今回。 <laughs> いやねあの、どこ行ってもね、やっぱりね、コパイロットの使い方がいまいちちょっと分かんないんですよねみたいな感じの相談を受けるんですよね。なんで、<い>まあちょっとねあの、コパイロットについても、ちょっといろんな機能がね、えー、とちょうどね、これ、3月の1日、昨日ですね、にちょっと発表されたばっかりのニュースなんですけど、えー、とこちらのほう、ギガ人にあったニュースです、えー、コパイロットの機能追加、はい、スマホウェ,ブ、えー、ウェブカメラ化。 など、Windows に導入される新機能をまとめますということで案内されている内容なんですね。でこちらがですね2024年度2月29日にですねマイクロソフト Windows に追加予定の機能を複数発表されたとで。コパイラットで実行できるスキルが追加されるほか、Android スマートフォンをウェブカメラ化するっていう機能も導入される予定だっていう話なんですね。うんなるほど。はい、なんで、まあ、あのー、 あのまさみんとかコパイロット使ってますか使ったことないです。<laughs> えっと、Windows ですよね、でも。はい、Windows, で Windows アップデートしたらコパイロットとかって入ってくるかもしれないですけど、コパイロット入ってないですか、まだ入れてない感じ。うん<ー>私が多分日常生活で必要だって思う場面がないからない、ね、なるほど、なるほど。うそうですよね。まあなんか あの一説にはうっとうしいっていう声もちょっと <laughs> 上がってたりとか <laughs> よかった、私だけじゃなかった、今おかりに <laughs> ね、なんかあの各 YouTube での、ね、番組で、ね、上げてらっしゃる方々も、クソ使えねえみたいなね、あのとか、いろんなね、えー、ちょっと賛否のあるこれコパイロットなんですけど、まあ、あの今回の,その、ね、アップデートで、ですね例えばまあ PC 設定ツールに関してのアクセスもですね、 バッテリーのセーバーとかですね、デバイス情報の表示、うん、システム情報、バッテリー情報、ストレージのページ、ライブキャプション、ナレーター、で拡大、で音声アク,アクセスとか、もう結構多彩な内容に対応してるっていうみたいですね。うんうん、これも Windows、うん、固有のね、なんかあの機能、設定機能なんですけど、で他にもですねあの、ジェネレーティブ消去っていうことで、まあ、例えば写真アプリとかで、 えと画像から不要なオブジェクトを全部削除したりとかっていう AI の機能を持ってたり、クリップチャンプっていうものがあるみたいで、はい、あの要は動画とかの,あいあの何でしょう沈黙の部分とかを除去する機能を、ね、<う>コパイルとかがなってくれたりとかいう感じのこととかもあるみたいで、えーはい、であとは、まあ、音声ショートカットっていうのがあるみたいですね。これまあ、音声を読み上げるだけでうん、うん、なんか うんとメディアに貼り付けたりとか、まあ、キーボードのキーを、まあ、打ってくれたり<お>マウスクリックしたりとかっていう機能もあるすごいですねそれは便利そうです、はあ、すごく。っていうのとかもあったりあとマイクロソフトなんでねアップル社とはねちょっとあの経営の中なんでここはちょっとアンドロイド端末らしいんですけど <laughs> はいア、はい、ンドロイド端末を使って写真にアクセスしたりとか、まあ、PC のビデオのね えーと会議アプリなんかが、まあ、あのウェブカメラの代わりになっちゃうという携帯電話、アンドロイドがって、うん、これでもね、はい、あの僕、Mac 使ってて iPhone もすでにあるんですよね、うん、iPhone で iPhone 自体がカメラになるっていう機能があるんで、それもちょっと使ってたりとかするんですけどね。うん、はい まあそういうのが Windows 側でもできるよっていう話みたいですけどね。あとはまあウィジット関係とかまあ結構ねここにきていろんな多彩な内容のことができるようになってるみたいな感じになってるみたいですね。なんでまあより一層その、えっと、コパイロット複創操縦士ですね的な動きがちょっと Windows 側でも少しまあ現実的にできるようになってくるのかなっていうニュースですね。はい 質問なんですけどはい。はい、マックはこの辺、もともとできたんですかええとできたというとあのと今のコパイロットさんのスマホでカメラを接続してみたいなの、はい、マックはもともとできるみたいなかそうですね。あのー、ある程度のね、A、OS からビコであのーはい、iPhone がカメラになるっていう機能も,もうすでに付いてるんですよ、実は。ああはい。 だからウェブカムがもし、マックにもウェブカメラとついてるんですけど、まあ、あの外部ディスプレイみたいな、あ外部カメラみたいな感じの機能があってでそこを映し出すとそれ,それを置いておけばそこでカメラになるみたいなそういうのの機能もありますね<ー>あと iPhone との連携は結構やっぱ Mac、マックアップル同士なんでいろんな機能がありますので例えば iPhone で、えー、とブラウザー見てて であこれちょっと興味あるなと思ったら、Mac の方にすでにそれでクリクリワンクリックすればそれでブラザ開いたりとか、今見てる iPhone の画面が Mac 上に出たりとかいう機能とかね、うんうん、結構、親和性はもちろん Apple 同士なんで高いところはあるかもしれないですね。うん、なるほど、ありがとうございます、教えてくださって。はいまああのー、そんな感じで、まあ、コパイロットっていうのも、まあ、ちょっとそういうふうに使えていくのかなっていうお話でした。はい、はい じゃあ最後のニュース、いきましょう。オープン AI 社、えー、著作権侵害で訴訟を多数ていうニュースです。 おもろいっしょこれね <laughs> ちょっと今回もう取り上げ、公 <laughs> 式であの取り上げるとちょっと面白くないですか、これ <laughs>、はいまあ。たまたまニュースにあったやつ拾ってきたんですけど、はいまあ、あのこちらの方もです、ね、ギガ人にあったニュースです。えー、オープン、AI、社が さまざまなニュースサイトから著作権侵害で訴えまくられてるっていう <laughs>、これね、タイトルが、ね、うん、オープンエア社がさまざまなニュースサイトから著作権侵害で訴えられまくっているっていう <laughs> タイトル <laughs>。<laughs> ただの訴えられてるではないよ、そうですね、訴え,訴えられまくっているっていう、ね、ニュースです。はい <laughs>、はい えとこちらの方なんですけど生成 AI のチャット GPT が記事を盗用したとしてニューヨーク・タイムズが訴訟しているオープンエア社が、えー、新しくインターネットメディアの、えー、ザイン・インセクト・えー、ラウ・ストーリー・えー、とおオール,ルターネットんから、えー、と著作権侵害の訴訟を起こされたことが明らかになりましたっていう<ー>ニュースらしいです。 これが、まあ、アメリカでの、ね、発行部数3位を、ね、あの誇る大手ニューヨーク・タイムズがですね、まあ、2023年度これまあ有名な話なんですけどね訴えたというところがあってで、まあ、そこら辺で、まあ、著作権の侵害を起こしましたということでの、ね、話題があったんですけどそれが2024年度2月28日にも、えーっとまあ、大手ニュースサイト3社から。 新しくオープンア i 社が著作権侵害だっていうことで訴えられたっていうことみたいです。からまあ、<laughs> 大人気ですね、<laughs> オープンエアはね、いつもね、何のど,どこでもね。<laughs> まあ、これはね、仕方ないっちった仕方ないのかなっていうところもちょっとは思うんですけどね。ーー私もそう思いますう ただね、これね、ちょっとね、読み進めていくとですね、ちょっとね、面白いことが一つありましてね、あのー、アメリカの作家さんもね、なんかオープンエアじゃん、ちょっとだけ進で奏者してるみたいなんですけど、うんうん、メタ社もやられてるらしいですね、これ。当たりしだいじゃないですか、そんなね、もうさすが訴訟大国っていうだけあって、で他にも、うん、やっぱりね、スティーブル・ディフュージョンとかですね、ミッド・ジャーニーなんかも、はい 3社からの集団訴訟されてるらしいめっちゃすげえな<ー> <laughs> で他にもですねとり,とりあえず訴訟しとけみたいな感じですよね,うすねもうや、ね、<の> <laughs> でアメリカレコード協会も訴訟を踏み切ってるだけで <laughs> 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 どんだけやねんっていう <laughs> いやまあ笑い事でないのかなとは思うんですけど まあどちらかというと日本と違ってねアメリカはもう先行して先行してっていうね傾向があるんで先に出して先に出してっていうのでこういうのが後からこうついてきたりとかすると思うんですよね。日本は逆に置く手なんでまあ大丈夫かな、声出したらどうかないやいや、これは危険だな出さないでおこうみたいな感じでねどん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 ん進化しないという傾向はあるんですけどアメリカはもう、えい、いっちゃえポーンみたいな感じなんですか。やっぱり 確かに、本当に勢いがね、もうそこ見てて感じますよ、ね、そ,うそうなんですよ、この間のね、無人のタクシーの話もそうですけど、ちょっとタクシー走らせて、ね、実証実験するのはいいけど、ね、人跳ねたり、えー、交差点で大渋滞起こしたり、なんか、挙句の果てには、もう街中で止まって、暴動を起こって、その車、ボロ <laughs> ボコボコにされて炎上するっていう。<laughs> えー <laughs> なんかそういうね話題もあるぐらいめっちゃすごい先行してやってるんですよねまあでもそれぐらいや、まあ、技術っていうのをまあすぐに出すっていうところはね、まあ、ちょっとどうなんでしょうちょっとやりすぎ感ももちろんあるかもしれないちょうどハイブリッドぐらいの、ね、ちょ中間点ぐらいのことができれば一番いいのかなと思うんですけどねでもちょっとまあ日本はあまりも遅すぎるっていうところは絶対あると思うんでね。 まあこの辺はちょっとまあ日本の企業はね、どちらかというと焦っていただく方がいいのかなということはちょっと思います。はい。はい。はいえー、ってな感じでした。本日はここまでっていう形です。はい、えー。このチャンネルでは朝の7時ですね、AI ニュースの方をお届けしております。で、チャット g p t の内容とか、プロンプトンエンジニアリングの内容とか、ジェネレーティブ AI の内容なんかもやっております。 でえー、2024年度生成 AI で道を切る100ということで365日、365人の方と名刺交換挑戦中であります。よかったら、えーえー、とご連絡いただけば私、名刺交換行きます。あと、えー、ニュースパートナー、えー、と募集しております。お気軽にご連絡いただきましたら一緒にニュース、えー、読み上げてみませんでしょうか。合図で結構なんでお願いします。はい。あと、ポッドキャストなんかもやってますのでよろしくお願いします。はい。今日ちょっと面白かったでしょう、でもニュース。 私がいつも硬い話題しかしないからすごい聞きやすかったっていうのはえでもありますよそこまででもあるじゃないですか砕けた感じのこととかもあんまりなかったでしょうあのコトもみたいなねま <laughs>、えー、たねなんかニュース1個あったんですよあの IT メディアさんの方でも2位につけてるニュースがあってそれがコトも取り上げてるんですけど 出たえっ、ー、と AI キャバキャバ嬢みたいな感じの書き方になっちゃったんですよ。あ<ー> <laughs> でも、まあ、ちょっとね、もうあまりもうち3回くらい取り上げてるんで、もうええやろと思って、今回取り上げなかったんですけど、うんうん、<laughs> まあまあまあね、ねそういうような話題とかもね、ちょっといい、ね、今回はちょっとあのー、濃い感じでちょっとやってみたんですけどね。はいっていう感じでい,いいと思います。ははい、はい ありがとうございます。まあ本日土曜日ですんでね、皆さんもしかしたらお休みかもしれませんし、お仕事の方は頑張っていただきたいなというふうに思いますんで、はい。よかったらまた AI ニュースの方ですね、また7時から毎日やってますんでよろしくお願いします。はい。じゃあ、まさみにどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、すいません。失礼します。